で、これが、そういう、一歳分の一歳って、もう、やってもやらなくても一歳分の一歳の実物生きてんだ。ね。しかし、それを、一歳分の一の私としては、それをどこまでも狙っているっていう、それが修行なんだ。だから、その、起点の白状あり、老後の幕さもあり。何時が新人を年代して修行し、誰の新人を年代して修行するに、次第五音にて修行する力、幕地に現状するに、次第五音の自己を善なせず、今日の次第五音までも 修行をせられ持っていく。ただ座禅したらもう、私のその次第五音、全部修行してる。女言の修行なる次第五音の力、上皇の次第五音を修行ならしむるなり、千賀大地実月精神までも修行せしむるに、千賀大地実月精神、帰りて我らを修行せしむるなりと。だから一歳分の一歳の、いわばこの修行っていうのはね、この一歳分の一歳の内在的な構造として、こういう構造を持ってんだから。私の中に一歳分の一歳を狙うっていう構造、内在構造だ。いわば内在構造っていうのは、だから外へ向かって何か当てを持ってこうやるっていうんじゃない、私自身のその中にある構造としてそっちの方を向くっていうんだからね。だから外へ向かっての当てじゃない、今ここ私のそっちへの方向、それに従ってその生きるっていうことね。これを生命力っていうんだ。だからすびれがすびれの花を咲き、バラがバラの花を咲くっていう、そういうことだ。で、そういう自己内在の構造として、ただ修行するとき、これ世界ぐるみが修行してんだ。この千賀大地実月精神ぐるみの自己が修行してんだ。私っていうのはこの一歳分の一歳なんだからね。私自己っていうのは一歳分の一歳なんだから、今ここ、この1歳分の1の私がそっちの方を向いて座るっていう、その時には世界ぐるみがその修行してる。そしてその次は一時の眼勢にあら、現勢にあらず所持の活現になると。これもの世界ぐるみ、今度は時間ぐるみ、現勢の活現にてある所持なるがゆえに諸仏諸僧をして修行せしむ。だからただ今だけでなしに諸事を通じて修行していくってこと。この修行が諸仏僧です。今ここに諸仏諸僧って言ってね、なんか人他人が仏僧を考えるから分かんない。そうじゃない、仏僧っていうのは多い、私が今こう修行する、それが仏僧。諸仏諸僧をして修行せしむ、門教せしむ、消化せしむ。諸仏諸僧かつて教行証をして善なせしむることなきがゆえに、教行証今だ諸仏諸僧を軽下することなし。諸仏諸僧が諸仏諸僧になるだけだ、修行が修行になるだけだからね。これは善なない。このゆえに仏僧をして修行をせしむるに、加減等の既成季語に回避する。諸仏諸僧なし、史上差仏差僧の自説、日頃の諸具の仏僧を軽下せずといえども、差仏とする道理を十二時中の行住座がにつらつら資料すべきなり、差仏とするに史上を破らず、奪わず、失うにあらず、しかあれでも脱落し垂れるない。結局の話、仏だとか修行だとかってね、仏さんだとか修行だとかって仏修行ですね。仏とか修行とかって言うけれど、
そして、それは、私、今言う、座禅の一つの風景でしかないんだから、座禅中に何かふっと頭浮かんできたら、それ、ただ、手放しする。これ、マクサだけだ。それが大切ね。
だから、なんか浮かんできたことを育て上げないことが大切です。いや、この、この間、リーダーズダイジェストっていうのを読んでた。老人ホームに、若い女の人が働いてるっていうのはね。ところが、老人の中でも手の早いやつがいて、こういう若い女の子に手出すやつがいるし、これをなんとか若い人たちに注意させなきゃなんないって言って、それを、言って聞かせるのに、うまいこと言ってんね。男は死ぬまで男なんだから注意しなさいよって、そこは、なるほど、うまいこと、男は死ぬまで男。だから注意し、若い女の人は注意しなきゃいけないとね。そういえばね、私もこの間ね、若い女の人が来て、私に、おいくつですかって言うんだよ。だから、いくつに見えるってね、胸を張って答えの言ったわけだ。できるなら30ってね、言ってもらおうと。こうしたところがね、さあ、わかりませんね。70です。あれにはね、ショックだったね。まさにオイルショックだ。この、何しろ、30と70じゃちょっと違いがありすぎる。そういったのにあった、しかも70っていう方に、その、実際は当たってんだから、だからショックだ。それで、しかしながら、あの時にいくつに見えるっていうのはやっぱり私の色気だね。男は死ぬまで男だ。で、この男をあんまり意識しすぎるとこうしちゃいられないってことになるよな。俺やっぱり男だって、俺も男だっていうのをこれ手放して、マクサになるのを見ないってこれ 大切だと思うよ。それからこの間ね、あれなんだ、なんか新興宗教の先生のところにいつも通ってる人が、その新興宗教の先生が夜逃げしちゃった。今までこう頼ってたのが夜逃げしちゃったんで、どうしていいか分かんないって言って、なんか人に紹介されて私のところに来た。ほいで、まあそんな新興宗教なんてどうせくだらないんだから、まあ私の本でも読んだけって、そして私の本を一冊あげたんです。こうしたら、それからあと手紙をよこしてね、読むといちいち身に染みておるよって、まあ、うまいこと書いてある。ところが、先生のご本には業とか因縁とかっていうのが、書いてありませんがと書いてあるね。この新興宗教っていうとすぐ業とか因縁とか持ち出すじゃない。そしてその業を消すためにご祈祷しろとか、その因縁をどうするためにお経を読んでもらえとかって、そういうのがみんなあるでしょ、商売の種だ。ところがね、その大切なのは幕差なるもののみなりだ。この 仏教として大切なのは業とか因縁とかの話が大切なんじゃないですよ。それから下脱するっていうことが仏法の話なんだからね。その下脱っていうのはマクサ、その一時だ。頭手放しと、それでいいんだ。それ業とか因縁とかをそのあんまり意識しすぎりゃこうしちゃいられないっていうことになるんじゃない。面白いことがないの、なんか不幸が続いてるって、これはその便所の方向が悪いんじゃなかろうかって言って、大抵余計なところまた作り変えたりなんかして、お金使ってもね、どうせ水洗便所なんだから、どこに便所作ったっていいよね。これ昔のね、方位から言ったら、それは南の方、あれですね、東南かな、西南か、が鬼門って言うんでしょ、西南か、あっちの方からこう風が来るんだからね、そこへだんだんね、臭いやつを置いといちゃどうせ良くないに決まってるから、それでそういうのを鬼門っていうね言うんだ。
ところがね、今推薦免除なんだからどこへでも置いていいわけ。しかしながらこうこの頃はどっかお寺建ったらそこへこうお寺が商売に出してビル建てたっていうね。で下を本堂にして上にたくさんのマンションを作ったっていうのが新聞で言ったけど、あんながちょっと良くないね。その仏さんの上にバンって引っ張るとザーッてあれがその仏さんの上にあるっていうの、これはちょっとどうかと思ってね。でとにかくね、そういうのは科学的に考えて、そういうことは避けるのは避けたらいいけれど、その何か因縁だごうだって言ってね気にするのはどうせ違うんです。それから間生命判断でもそうだね。私が京都へ移った頃、昭和24、5年の頃だ。吉田茂橋を焼くっていうね、その新聞に出てたことあったね。何かと思ったら吉田茂その頃あれだもん、総理大臣だった。それが橋を焼くって何かと思って見たら、吉田茂っていうルンペンの人があそこの青い橋かどっかの橋の下に保管してて、それから焚き火やったんだ、寒いもん。ところがそれがたまたま橋を焦がしたっていうね。それを新聞社は吉田茂っていうんで取り上げて、吉田茂橋を焼くっていう、そういう記事が出たね。だから生命判断で書くとか何だか、画数とか何とかって、それだったら片っぽは総理大臣、片っぽはルンペンって、これ割に合わないじゃん。私の友達にね、中学の友達に橋健太郎っていう人がいた。ところがその頃橋健太郎っていうピストル強盗がそれでその橋健太郎さん、我々からピッサンピッサンっていうあれを、あだ名つけられてピッサン。ところがそのピッサンが東大総長になっちゃって林健太郎っていうね、東大の総長がいいでしょもうやめたけど、とピストル強盗と東大総長と同姓同名って、これどういうわけ、生命判断というのはどうせ違ってるに決まってる。だからそんなものはね、とにかくマクサナルのみない、とにかく頭手放しで切り捨てるとさっぱりしてるんだ。そのさっぱりしてるっていうところがなくっちゃダメだ。でだから諸悪は因縁症にあらず、ただマクサナルのみない。自己内部の構造としてマクサだ。で諸悪は因縁滅にあらず、ただマクサなるのみなる。諸悪もし党なれば諸法も党なり。だから諸悪もね、生命の風景です。あらゆるものが生命の風景。諸悪は因縁症と知りて、この因縁と己とマクサなるずを乱るは哀れむべきともがらない。これだから諸悪っていうのはね、自分より自己より外の何か因縁消滅するものと、外にあるものとしてだけ見ていてですね、それで本当の自己切りの自己、生命因の生命っていうところには、そんなものは全てマクサである。それを知らないのは哀れむべき友柄だ。で仏種、仏さんの種は縁に従って起こる。要するに仏行もね、縁に従って起こる。例えば朝顔の種があっても、その種は土にまいて、それで春から夏にかけて土にまいて、温度と水とそれから肥料とっていうんで、それで初めて伸びていくんだね。それと同じように我々に仏の種があっても、
成仏の種があっても、あの六度万行って仏さんの修行ってのは六度万行やらなきゃならないって、まあ昔から言うわ。六度万行の縁がなければ生じてこない。また一切修行っていうね、縁がなければ仏の説法もない。だから全て一切因縁生だ。で仏師も縁に従って起こる。しかしながらその因縁生は今ここ自分がですね、マクサを修行する、というそのマクサを修行するっていうところがで初めて仏行が起こるんだから、仏行は縁から起こるけれど、縁は仏師に従って起こるっていうの。この仏師っていうのは今ここの仏行から起こる。今ここマクサ手放し、それそこから起こる。でいやあれですね、因縁消滅するんだって、全ては因縁消無事消だっていう、そんなのは観察的な話だ。全てはこう、自分をこっち側に置いて、あらゆるものを外側に置いて、こう観察すればこそ一切分の一の私が一切をこの見て、一切のものを見ればこそあらゆるものは因縁消だ。これ観察的な話だ。ところが今そうじゃない、一歳分の一歳にただ向かうって、この方向の話はもうマクサだけなの。観察の話じゃなくて、私自身の今この行方向、それがマクサで、諸悪はなきにあらず、マクサなるのみなり。諸悪あるにあらず、マクサなるのみなり。諸悪は空にあらず、マクサなり。諸悪は色にあらず、マクサなり。こういう有無色と色あるとかないとか、色だとか空だとかっていう、これもどうせね、あの観察的な話だ、そういうんだったらノーションがちゃんと立ってる。ところが今自己にとっては、自己は生命の実物なんだからね、実物っていう時は今ただこう俺がいかにあるか、そういう話だから、その時はただ手放しって、それで一つだ、それだけが大事。諸悪はマクサにあらず、マクサなるのみなりですよね。マクサっていうから、諸悪っていう価値判断をだね、否定するのかっていう、そうじゃないんです。もうただ手放しのみっていう、そういうマクサ。諸悪はマクサにあらず、マクサなるのみなり。例えば春生は無にあらず、無にあらず作らざるなり。秋菊は無にあらず、無にあらず作らざるなり。これ諸悪マクサっていうとね、いかにも悪を作ることなかれって言って、まあ戒める心地なんだけれど、そうでないっていうことを言わんとして、この春生秋菊っていうのを持ち出してるわけだね。大自然の、ま、自然のまま、この何もこっちその依頼なぶりをしないってことだ。その沢木老師が言ったけど、この依頼なぶりっていうのも沢木老師の言葉だ。なんか手出してね、沢木老師が金魚鉢にガーッと、その金魚鉢に手突っ込んでガーッと回った金魚がガーッとあれずるっていう話してたけど、その実相に対してそういう手を突っ込んでぐるぐるっと回すようなことをしちゃいけない。実相、処方は実相なんだ、そのまんまに。そして春生は無にあらず、無にあらず作らざるないと、もう全く自然のまま。秋菊も無にあらず、無にあらず作らざるないと。この
諸仏は無にあらず無にあらず無くさない。これ諸仏っていうのも自分より外側にあって、これが仏さん、それだからありがたいって、そんなにね、自分の外側に諸仏を見ちゃダメだ。だから諸仏っていうのは自己の外側じゃない。ただ自己が修行するっていうところからいや、ただ頭手放し、作り事なし、マクサだけだ。路中灯籠発出中上灯、あるにあらず、なきにあらず、マクサなし。これは、路中灯籠発出中上っていうのは、これ、路中灯籠っていうのはお寺のさ、お寺の本堂の前にこう、そういうふうに丸い柱なんかこう、あるでしょ。現れた柱っていうことだ。で、お寺の柱ね。それから灯籠っていうのはまあ本尊さんの前に灯籠がある。それから発出中上っていうのは盆さんが使う発出と中上だ。あれ発出っていうのはあれインドやシナは、灰や蚊が多いらしいんでこう払うらしいんだね。そういうんで使い始めたらしいんだけど、馬が尻尾でもってパーッとこう払うのと同じじゃん。あ、盆さんはこういう、それを今の盆さんの持ち物になってる。中将は暗夜の時に使う柱、杖でしょ。そういう盆さんの持ち物、そういうものをね、だからまあ日用品だ。日用品を持ってきて、それもあるにあらず、なきにあらず、マクサないっていうね。それ、盆さんによると、あれだ、座禅が退屈だもんだから、この柱状なんかこう磨いてるやつがいるね。あら、バカだ。自己は無にあらず、無にあらず、マクサない。自分っていうのもね、自己も他に対する自やない。全くこの頭手放しっていうところだけだから、生命入りの生命の実物だ。陰物山岳は現状せる公安なり、まあ、そういう山岳をする。これは現状せる公安って、まあ現れた絶対事実と言ったらいいでしょ。公安の現状なり、絶対事実に従っての現れだ。で、死より工夫し、貧より工夫す。すでに陰もなるに。死より工夫し、貧より工夫すっていうのね、これ、例えばね、金剛経にね、王さん如是観という言葉がある。まさに格のごとく観ずべしてね、一切諸法如楽如殿王さん如是観ってこう、一切諸法如無限法要如老楽如殿王さん如是観というんだな。だから全て、夢幻のごとくね、泡影のごとし、まさに格のごとく観ずべしってのすべては無常なんだからね。で、すべて如是の観をなす実物通り、これ諸法実相だ。諸法実相、そしてありのまま見ろ、こういうことだね。それに対して大無所住二正五心住まうところなくしてその心を生ずっていうの、これは諸法実相で行動しろってこういうことですね。このところ諸法実相っていうね、王さん如是観っていうの、これはただじっと座禅してさ、体感してる、 あらゆる座禅だけで体感してるんだから、
これの方はちょっとこう、あの、体幹っていうので動くんじゃないんだから。これはできるわ。ところが、オウム諸住二正五神って、すべて重するところなく、無常を無常にのとして行動すると。これは無常の、無常の通り見ろって、こういうことでしょ。これは無常のところに住まって、そして行動しろってことだから、この方がちょっと難しいね。体感。諸法実相を体感するだけじゃなくて、体感って あのこう、ただ見てるっていうだけじゃなくて、その諸法実相の通りに行動するっていう、こういうとこはちょっと難しいじゃない。で、その今、この場合でもね、死より、工夫し、品より工夫する、現状より工夫し、公安より工夫するってことだ。あっちからもこっちからも、この体感するっていうところもなきゃ。しかしながら、その体感した諸法実相度からまた行動する、諸法実相のような行動をするっていうね、あっちからもこっちからもってこと、そういう工夫の仕方があるべきだ。すでに陰謀なるに作られざりけるを作りけると悔しむも逃れる。さらにこれ幕下の工夫よくなり。これね、本当はことさらに何にも作られない幕下のもんなんだこうね、そう分かってんのに、あ、俺は作ってしまった、こう悔しく思う。これも幕下の工夫力だ、ね、これは当然そうだ。本当は何にもその依頼なぶりしないのでに依頼なぶりしちゃった、これは悪かったとか、ね、そういう懺悔する気持ちも幕下の工夫力です。しかあれば幕下にあらば作らましと思考するは歩みを来たりして腰に至らん、越に至らんとパタンがごとし、それに対してだね、どうせね、何やっても幕下なんだ、どうってもあの事故内の風景、それでもってどうせあのこうコロッと決まったものはないんだ、そんならどうせなら、まあ、悪いことをやっておこうっていう、これはね、ああ見当が違う。それを歩みを北に向かって歩みながら、南の越に行こうと思ってるってことだっていうのね。それでこれはバカなこと。で、諸悪幕下は胃の炉を見るのみにあらず、胃の胃を見るなり、炉の炉を見るなり、人の人を見るなり、山の山を見るなり、この王弟の道理を説くあるゆえに、諸悪幕下なり、仏の進歩心はなお、虚空のごとく、物に応じ、形を現ずること、水中の月のごとくなり。これはね、相談録にこういうことなんです。相談大師のところへ。相談大師が徳上だっていう人に、仏の進歩心はなお虚空のごとく、物に応じて形を現ずること、水中の月のごとし、その参加王弟の道理を説かん、こういうのね。要するに仏さんの本当の発心っていうのは、その虚空のようで物に応じて形を自由に現ずる。で、それはちょうど水中の月のようだ。これはまあお経にあるものだ。で、その参加、この王弟の道理を説かん。どう、そういう、仏さんの応じ方ですね。この王弟の道理をどう言ったらいいか。そう言ったんですね。そしたら、徳上座が炉の湯を見るがごとし、炉場が井戸を覗いてるようなもんですってこう言ったんだ。そしたらその
総山がただ8乗を得たり、まあ、点数にしていや80点がちょうだなって言ったんだね。そしたら、うん、和尚そもさんで、さんが曰く、井の炉を見るがごとして、こう井戸が炉場を見るみたい、炉場がこう井戸を覗き込んでて、これも人形は挟んでないわ。しかしながら今度まだちっとなんか動物がこう見てんだからね、見てるっていう、ところが井戸がロバを見るっていう、これはもう人情挟んでないじゃない、全くマクサだ、マクサで応じてるわ。そういうことね。そのあれを今ここで言う、トワクマクサは井の炉を見るのみにあらず、井の井を見るない、炉の炉を見るない。諸悪とマクサっていうのをね、これ2つ並べてみ見ちゃいけないんです。で、ロバが井戸を見るのも、井戸がロバを見るのも、その大体そのいわゆる見方っていうね、ものは立っていない。しかしながらまだそのさらに進んで、井戸が井戸を見る、ロバがロバを見る、そういうふうに言い換えてるわけね。どこまでも自己切りの自己っていう話なんですよ。結局ね、我々この一切のものは私の生命体験においてある。で、私は一切のものを生命体験しながら生きてるって、そのね、その二つが全く一つなんです。自己切りの自己、完結した自己、それをただやるっていうね、その時には全く二枚はない、脳書が立っていない、そこのことを言うんだ。で、人の人を見るなり、山の山を見るなり、結局自己切りの自己であって、他との兼ね合いの話でないっていう、それだけが大切なんだ。この修行のしどころね、何よりね、他との兼ね合いなしっていうことだけが大切だって、そこが修行のしどころです。ただ何十年座禅するっていうのもね、他との兼ね合いなしっていうところだけを修行するんだ。座禅っていうのは自由三昧、自己切りの自己になる。沢木老師の言った、自分が自分を自分で自分するってね、ただ自分だけの世界になる。まずその自分が自分を自分するって自分だけの世界、これらやこの自己を生きる、その姿勢が出来上がらなくちゃいけない。そこがね、修行の知りどころだ。というのは、その私がいつも言うけれど、その自己の拠り所は自己 のみなりと、これは北朝に出てる仏教として一番大切なのは、自己の拠り所は自己のみなり、で他に壊死するものは動揺する。なんか人をこう当てにしていれば、頼っていれば、それだけ他は動く、動きゃこっちも動かなきゃあんないじゃない。だから動揺するわ。金当てにしてりゃ金が動くからね、金そのものは動かなくても世間相場が動くから、こう金の価値がなくなれば、これまたたくさん金持ってたと思うのが、これ価値がなくなればやっぱり動揺するじゃない。それから、子供を当てにしてるってね、子供を当てにしてりゃ子供がこれうまく育ってくれるならいいけれど、そうは限らない。子供が極道して親をなお困らせるかもわかんない。私の知り合いのところあれしたら、息子があんまり道楽して、それで刑事問題まで起こすもんだから、
子供なんて ない方が良かったですって言って泣いてる人は最後ね泣いてたけれど、本当に子供っていうのも危ないもんだね。ところがそれ子供を産んで育てる頃は子供だけは私の全てってそういうつもりで育ってんだ。まあそれでまあ人類もつながっていくわけだけど、それ旅くじ買うよりは危ないもんだと思うね。でとにかくそういうふうに仏法の根本は自己のよりどころは自己のみない、他に壊死するものは動揺する、だからまた自らに帰依せよ、法に帰依せよ、他に帰依することなかれってね、絶対に他に帰依しちゃいけない、どこまでも自己切りの自己、それが大切だ。それ例えば誰か拝まれるようなありがたい盆さんはって言ってそして探してるって、こんなバカな、そんなありがたい盆さんなんか一個ないもん、そんなのありがたい盆さんを探して、この盆さんこそ頼りにできると思ってと、何裏でもって何か盆さん何やってんのかわけがない、そういうのいちいち動揺するもん。でどこまでも自己切りの自己、この本当の自己切りの自己ったって1歳分の1の自己じゃないですよ、1歳分の1歳、この1歳分の1歳に頂上する、1歳分の1って、この修行だけが自己のよりどころは自己のみない。でそういうだから人の人を見るなり山の山を見るなりというのはいつも全く一枚他との兼ね合いなし、そういう自己人の自己なんです。この王庭を説くの道理あるゆえに諸悪魔さがある。この王ね、これは仏さんが衆生に応ずる、そのいかにも応ずるって言うと二つ、仏と衆生と二つあるみたいだ、俺はそうじゃない、それひっくるめていました、そのひっくるめた王だから成仏一如の王さん、それを一口で言ったら幕殺ではないんだね。これが衆生だとする、これが仏だとする、これをこの人をひっくるめにした、人をひっくるめにして何というかって言ったら幕殺って言われた。この王帝の道理あるゆえに諸悪幕殺なり、これもまあこの場合の幕殺はだから他との兼ね合いの幕殺じゃなくて自己自らの内在構造としての幕殺、これを自己の生命力、これを仏性とも言う。で仏の進歩神話なお虚空のごとく、物に応じて形を現ずること、水中の月のごとくなり、いや自己入りの自己の働きってのはどっちの方向へでもどのようにでも働く、それが本当の生命力だ。でそれを他との兼ね合いで、んなことはその間、体裁が悪いとか世間体が悪いとかって言ってそういうこと考えてるのは真の働きはできないの。で仏の進歩神はなお虚空のごとし、物に応じ形を現ずる、だから出会うところ我が生命って私が言うけど、そこだ、何しろ今出会ったところ精一杯やるというその態度だ。動物の幕さなるゆえに原行の幕さない、これ頭手放しで仕事をすればこそ本当の仕事ができるね。私も坊主になってから剣道を長くやってた、戦争中から戦後にかけて剣道っていうのは、ね、なかなかもう腹が減ってしょうがない時代だからね、そ
心が転造って言うと何つっても台所にいりゃ何か食い物、それで転造しながら何かこうつまみ食いするっていうこうだから転造が楽しみになっちゃう。それでやってたけど、そうするとちゃんと転造の仕事、転造っていうのは台所の仕事ですよ、台所の仕事ね、そのちゃんとぬかりが出てくる、何か抜け目が出てくる。でそれ昭和23年頃の時につくづく考えた。俺はのつまみ転造する時つまみ食いしてそれが楽しみで転造するけど、これはねやっぱりそのために坊主になってるとしちゃちょっとね情けないって考えたんだね。それからもう転造の時つまみ食いは一切しない、ただ転造だけやる、こういうことに決めてやったら、そしたらちゃんと時間通りできていくもの、あのまあみんなが座念してるでしょ、それをこっちに一人でもって食事の用意してるわけだ。それで座念が終わって出てきた時にさっとこう出せるようにね、そのためにはよっぽどねつまみ食いしてたらそれがどうしてもつまみぐらいの時間大したことねえんだからと思うんだけど、それだけ遅れたり、あるいは何かぬかりができたり、こういうことね。でそれはどうしても頭手放しで出会うところ我が生命、ただ天造一筋に一生懸命やって初めてそれが揃うんだ。これ、ご飯の熱々と冬なんかね、特に寒い本堂で座禅してみんな出てきてその食べようっていう時に熱いご飯と熱いお味をつけとってポッと揃えてっていうね、それから美味しいお香でもそれだけなんだけど、それだけ揃えるの大変ですよ。それをちょっとつまみ食いしてるとあのお味をつけでできたけれどご飯ができてない、そうするとお味をつけに入れたお豆腐がもう固くなって、それじゃダメだ。やっぱりポーッとこう煮立ったところね、それでお味をつけは美味しいんだし、お豆腐なんか入れたことにそう、それとご飯とっていうのがさっと揃って、そしてそれがみんなが出てきた時とパッとこう揃えるためには一生懸命狙わなきゃダメだ。つまみしようっていうね頭がちょっとでも働いてたらその働きはできない。それでそのそういう意味でね、私、まあ、天蔵の仕事は本当に天蔵教訓を一生懸命味わいながら天蔵を一生懸命やってきたけれど、この天蔵の中にね、物鍛えて真にあり心を期して物にあらしめ、一等に他と将軍弁道ってね、物と心と、まあ、ピタッと一枚になってその仕事と俺とねピタッと一枚になってこと運んでいかなきゃ、これまあ天蔵やだけの工夫私まずやる、そうすると宅発もそれなんだね、宅発もただピタッと一枚になってやらないとダメ、これ全てそうだと思う。この皆さんのこの実際社会の活動もそうだと思う、なんかこう私になんか、まあ、政治家なんかでもなんかつまみ食いってあれ政治家も一つの天道なんだね、あのあれやってりゃなんかあのつまみ食いできるってところがあるって、それでつまみ食いするんじゃない、だけどそれだったら本当の政治にはならない。で大仏の幕さ、これがねいわばなお国のごとく物に応じて形を現ずること、水中の月のごとくないと、本当に仕事と自分とが水中の月なの。それで大仏の幕さなるゆえに現行の幕さないと、頭手放しで転造すれば本当の頭手放しの本当の仕事ができる。なお国のごとく左悪右悪ない、どっちへどう転んでも国のごとくだ、左悪右悪ってどっちへどう転んでもだ、融通無限、
水中の月のごとく水の水月に水の月にさえられるない。これ仕事と自分とがピタッと一枚になる。無心に自分が仕事をし、仕事に自分が移ってる。そういうことだ。これらの幕さ、さらに疑おうべからざる現状なり。こういう頭の手放しこそが本当の現状だ。現状っていうのは現在が現在になることですね。まあ今日はそこまで。